文政権の検察攻撃は大統領の身の保全ではないか。韓国大統領府は16日、ジュミエ法相が同日、ムン・ジェイン大統領に辞意を表明したと明らかにした。文政権の疑惑捜査を進めるユン・ソンヨル検事総長に対するチュ氏による懲戒申請を受け、法務省の懲戒委員会が16日にユン氏の停職2ヶ月を決定。チュ氏と検察の泥沼の対立はムン氏の支持率にも悪影響を及ぼし、検察トップの一定期間の排除が決まったタイミングで、事態の幕引きを図ろうとしたとみられる。実は検事総長の完全な懲戒が実現できなかった席を取ったのだとも言われている。ムン氏は任命権者として国民に申し訳ないと述べつつ、懲戒処分について検察が立ち直る契機になることを望むと強調したがしらけた印象だ。一方、ユン氏側は懲戒委の手続き自体が不当と反発し、処分の執行停止を申し立てるなど、法的手段で対抗する見通しで、仮にチュ氏が辞任しても、ムン政権と検察の対立は長引く恐れがある。保守系の最大野党も党幹部名で談話を出し、ムン政権の暴走に狂気が加わった。暴力団の報復と大差ないと痛烈に批判した。ムン・ジェイン大統領悲願の検察改革で、設置を急ぐ高位公職者犯罪捜査省、公捜省の内実を精査するまでもなく、改革どころか独善的改悪に向かっていると思える。公捜省は検察に代わって、大統領や国会議員、政府高官、検事らの不正を捜査する新たな機関である。政権与党の推薦だけで組織のトップが選ばれる仕組みは政治的に中立どころか、大統領や政権に都合の悪い政治家や検事に絞った捜査を可能にさせる。司法の独立は吹っ飛びそうだ。政権末期になったムン氏が大統領退任後の身の保全を保障する公捜所設置だと誰もがいぶかしく感じていよう。支持率が 30% 台に落ち込んだムン氏にとって前任各大統領と同じ道をたどるのを避ける無理筋法改正だがかえって逆効果になるかもしれない。それを承知で大きな賭けに出たのだろう。だが、ユン氏が権力に立ち向かう姿は大きな共感を呼んでいる。次期大統領選についての最近の世論調査では与党候補を抑えて首位に立ったと報じられた。遅れた民主主義でも誇りがある。日本ではこのような司法をねじ曲げる行政執行には国民監視が厳しくありえない。もちろん油断してはならない。